さあ、おはようございます。マーティン、ダーミアクボ、キンタです。酒田市で、なんと、施設分離型小中一貫教育がいろいろ始まります。目指す15歳像へ、学校ごとに連携。酒田市のある小学校、どこだかわかりませんけども、まあ、中学校ごと、まあ、目指す15歳の姿として共通の教育目標があるそうでございます。9年間の教育課程、いろいろです。中1、ギャップの緩和とか、いろいろ学校向上です。はい。まあ、人間関係もそうですが、学習内容のつまずきの改善、いろいろありますよね。はい。 思考力、判断力、表現力、いろいろありますね。はい。確かに、町会八幡中学で実施したそうですね。はい。行動力、発信力、設計力、いろいろ基礎を置いて、基礎が1から4、5から六が、5から11が充実、発展が2から3でございます。やはり、この交流の勉強もいいもんでございます。15年間、確かに必要なものでございます。はい。 いやー、本当に。あとはまあ、スクールカウンセラーを呼んでるのでの正体もいいようです。積極的に授業しましょう。以上です。バイバイ。